始まりました。今回の方サンパはですね、ちょっと雪が昨日の夜降ってですね、かなり寒いですけど、ちょっと元気に散歩していきたいなと思います。ちょっと湖南市も行ってるとね、今日どこかちょっと湖南市ですね。今日湖南市散歩させていきましょう。喋れてない。固定の大仏到着したんですけど、ここがね、この大仏さんがブロックをかけている。ほらほらほら、これ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 よ。だけどここお墓のど真ん中よ。こんなとこ来ちゃって。手がありますね、天神府。なんか学びの守り神っていうのが、こう祀られていて、筆祭り大祭りみたいななんかやるらしいです。なんか受験とかに来そうですね、結構みんな。嵐の、メンバー全員が出てる黄色い涙っていう映画がもう10年以上前にやったらしいんですけど、それのねロケ地がこの辺らしくて、で趣味屋っていうお店がなんか映画の中で使われたらしい。このカリヤさんっていうところがですね、ロケの休憩所になっておりまして、ニノが体調崩して寝てたらしいですよ、奥で。秋田港南西店到着しましたけど、ここね新生堂だったんですけど、今ちょっと改装してるのかな、入れなくて、ここでねステージ組んで歌ってたんですよ。でここで歌って、あそこにね真ん中にいつもねハロウィンとかクリスマスの時はチェキスポットっていうかね、撮影スポットがあって、はい、ということで港南市はね以上で終了となります。なんかいろいろこう、秋田ってライブやっていたのもあるんですけど、なんかこう落ち着く街でしたね。ありがとうございました。